はい、皆さんこんにちは。今回はね、僕の友達にフランス人の女の子がいるんですけど、その子にフランス語で告白メールを送りたいと思います。で、その子がね、どういう返しをするのか、いろいろ見ながら、やっていこうと思います。で、フランス語でメール書くの自体初めてなんで、特にね、こんな告白メール書くの初めてなんで、なんか楽しく適当にやっていけたらなと思います。ちなみに女の子なんですけど、リアルな写真出せたら一番いいんですけど、残念ながらダメなので、イメージでこんな感じの子です。可愛いですよね。ちょっと違うかな。はい。まあこんな感じです。イメージとしてはイメージなのでね。で、名前は M ちゃんとしておきます。早速、書いていきたいと思います。はい。タイトルが、レクラシオン・ダ・モーにします。はい。で、シェア、M ちゃん。で、最初の文ね、どうしよっかな。何か言いたいことがあるっていう感じで始めた方がいいですね。なので、Il y a quelque chose que je voulais vous dire tout le temps。はい。こんな感じでですね、最初の文は、ずっと君に言いたかったことがあるっていう感じにしました。はい。2行目はね、あなたと出会って一目惚れしたみたいな感じを伝えようかなと思います。はい。J'étais tout séduit。で、この文章は、僕が考えたんじゃなくて、もともとね、僕がこう調べた時に、いい言葉があったんで、これを書こうかなと思います。tout séduit à l'instant même où nos regards se sont croisés。はい。あなたに会って、目が合った瞬間、もう一目惚れしてしまったっていう文にしました。で、次は、あなたに出会えて嬉しいみたいな。Je suis si heureux de t'avoir rencontré。はい。pour moi、私は、的には、c'est encore juste comme si c'était。こんな感じにしました。で、2行目は、私はあなたにはとても嬉しい。で、私的には、これはまだ夢みたいなようだっていう感じにしました。次も書いていきたいと思います。どんどんね。どうしようかな。Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Tu es la femme de mes rêves。この行はですね、あなたは私が出会ってきた女性の中で一番美しい。あなたは理想な女性なんだ、私にとってっていう感じですね。夢のような女性ですっていう感じに書きました。はい。次。正直に言うとみたいな感じで、pour être honnête avec toi。正直に言うと、あなたは私の愛人おかしい。あなたの愛してる人だみたいな感じ。チュエ、ラブだみたいな感じですね。モン、アモー。で、愛してる。ジュテン。ここポイントですね。ジュタ、モガイ、トゥ、ジュ、テン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 。はい、ここでは、正直に言うと、あなたは私をラブ、アモー、愛してる人だ。そして、愛してるよ。これからもずっと、みたいな感じですね。はい、次に行きたいと思います。で、これも最後の文ですね。またイルニア系ですね。イルニア。ペルソン、オモンド。ここで書きたいのは、私のことを理解してくれる人はあなたしかいないみたいな。この世であなたしかいないみたいないう強いメッセージ性を。モンド、キブ、コン、トレン、オートン、ク、トワ。受水、ここではいきなりごめんねみたいな感じ書いとくと、真摯に受け止めてくれるかなって。ビアン、コーディ、はい。アルモン、コキ、はい。こんな感じでですね、要約すると、何か言いたいことがありますと。もうずーっと言いたかったことがある。それは、あなたと目が合った瞬間、もう一目惚れしてしまった。で、私はね、あなたに会えて嬉しい。まだ夢のようだ。あなたは、私が出会ってきた中の女性で一番美しい。あなたは私の理想の女性だ。正直に言います。あなたは私が愛してる人。愛してるよ。そしてこれからもずっと。私を理解してくれる人はあなた以外に誰もいない。こんな急に変なメール送ってごめんね、後期。まあ正直言ってこんなメール送るとまあ気持ちが割れるかもしれないですけど、外国人は積極的にアグレッシブにストレートにね、こう送ったら反応いいのかなって、まあ自分の勝手な考えなんですけど、まあこんぐらい行こうかな、強気で。まあ友達なのでね、まあ変な感じには受け取んないのかなと思います。これを送ります。はい、1000送りました。返事が返ってくるのを待ちたいと思います。でとりあえずここのビデオはこの辺にして、帰ってきたらまた皆さんに反応をシェアしたいと思います。それではお楽しみ。バイバイ。3 days later。さっきメールを確認したら来てたので、皆さんに紹介したいと思います。さあ、僕もね、ちょっと内容気になるんで、どういう答えがさて返ってくるのでしょうか。果たして付き合えるのか、付き合えまあね、時間の関係で朝6時に届いたんですけど、3日後ですね、僕が送ってから3日後に来ました。はい、内容は、Cher Koki へ Je te remercie pour ton email。 メールありがとうっていう感じで、Je sais très touchant à lire。 なんだろう、あなたのメールはすごい感動的でしたっていう。もういいっすね、いい感じですね、最初は。はい。Sûrement nous nous connaissons depuis peu。 ただ、私たちはまだね、お互い知ってから間もない。Je pense donc tu surestimesアフェクションとは、おそらくあなたは私への愛情をなんか過大評価していると。なんだろう、やばい、なんか雲行きが怪しいぞ、ちょっと待ってな。ラモアホンドパフォアベギュ。愛は時々ね、あなたを周りを見えなくさせることがあるっていう感じで、まあそれはそうですよね。まあ僕はね、あなたと目が合った瞬間に恋に落ちたとか、なんかすっげえロマンチックなこと書いてたので、まあそれはまあこう言われるのは仕方ないですね。で、なんかウィンクマークなんで、ちょっとあれですね、腹立ちますね。Depuis, je fréquente déjà quelqu'un。その上、私はもうすでに誰かと付き合っています。Très bonne journée。あとは、あなたにとって良い一日を。M ちゃん。誰かと付き合ってるってことか。最悪。何これ、恥ずかしい。